1のルームレベルあと1上がったら3000。え、ほんと？この前2000だったのに。今日のご予定はダンス。もう1年の半分になるのか。確かに一番近くでいつお話変える。6月後半。はいよ。もう上半期終わり。え、でも6月が終わったら終わりですよね。半分まだ終わってないよね。ね、6月に入ったことで半分が終わりそうになってるみたいな。ちまくんもプチサマーカット。そうそうそう、ロングコートチワワだったけどさ、なんだっけ、何チワワだっけ、あのあんまり毛が伸びんやつにぐらい切ろうかなって言ってた親が。はいよ。くちゃんちのにゃんこがサマーカットにしてたから、ちまもサマーカットしてみたい。はいよ。ちまくんの髪型は家族会議で決めるの。髪型、28日午後2時2分に44歳の誕生日。すごい、2244、おめでとうございます。おはよう。ね、ライオンカットしたい。ライオンカット邪魔。なんでコメントできるようにしたの。コメントできる方が伸びやすいし、メンバーみんな望ん、みんなかわからん、メンバーが望んでたから。おきちゃんに送ったジャマの写真かわいすぎて。おきちゃん送ったの。2個送ったんだけど、どっちなんだろう。メールで来てた。あれ、お店に連れて行ってもおとなしいタイプ？邪魔？わかんない。話し会のツーショット撮影中うまくできな、出演うまくできなかったけど、ありがとう。比較してる方、家の中？外？はいよ。なくてもふんふん。仕事行ってらっしゃい。
近家の周りで毎晩猫が争いをしてる。何について争ってるんだろう。何をかけて争ってるんだろう。個人的に柴犬が一番好きだけど、一番噛むの大変。そうなの？食べっ子動物の一番くじはコスメなのね。そうなんですよ。皆さんにプレゼントしていただけるとしたら、あのスポンジかラストワン賞ぐらい多分。ライオン。昨日食べた、食べっ子水族館。今日コンビニ回ってくる。あら、もう私はなさすぎたから。食べっ子水族館めっちゃ好きなの。その中に入ってるのはその水族館の仲間たちなんですけど、食べっ子動物はビスケットじゃんか、動物型の。食べっ子水族館はビスケットにねチョコレートが染み込んでてね、なんて言ったらいいんだろう、チョコ味のビスケットでもないし、なんかね、どちらかというとあのシミチョココーンみたいな感じのビスケット版なんですけど、めっちゃ美味しいのよ。一応広島県に30県って書いてあった。でもあれでしょ、遠いところもある。呉とか福山とか。水族館と同じじゃないや。同じじゃないよ。めっちゃ美味しいの。本当に好きなんですよね。なんて言ったらいいんだろう。練り込んであるでもないんだね。しみしみでじゅわじゅわって感じ。たくさん話したいんで再販しました。ありがとう。話もしよう。はいよ。この辺しかイラスト申し込みだね。うん、そのうちメーカーからたくさん届きそう。そんなことないよ。シェイクシャックさんにフォローされたから広島にシェイクシャック作ってくれないかな。メッコ水族館にも調べてきたんですけど、外も中もチョコ。うん、大阪止まりぐらいだから。食べっ子水族館の話前は一切してなかった気がする。それがしたことあるんだよな。食べっ子水族館が食べたいって。前も何でしたか忘れたけど、ショールームかツイッターで話してたんですよ。
メリカのラスベガスにもあるんだ。昨日から家に早すぎて。いいね、ショールームで言ってた。ありがとう。そうなんですよね。前いたマネージャーさんにもらってた。前いたマネージャーさんにもらってたっけ？多分あの誕生日にお仕事で一緒になったスタイリストさんがくれたんだと思う。送ろうとしたら送らないでって言われた。届かないからね、食べ物。ラスベガスに食べかすか。いや違う、シェイクシャックの話だ。シェイクシャックはセットで1000円ね。でもさ、ハンバーガーって考えたらちょっとさ高いけどさ、ご飯って考えたら普通じゃない？外食のご飯だったら。チョコまみれカントリーマームがめっちゃ美味しかった。わかる？あれめっちゃ美味しいよね。サラリーマンでもランチ500円で我慢してる人もいるけどね。その人はその人で我慢したくて我慢してるんだからさ、人それぞれのあれじゃん。この間セプト見に行った時に食べた。そう、セプトさん見に行くときにシェイクシャック行ったよって言ってくださる方めっちゃいた。朝ごはん何にしようか。みちは何ですか？朝ごはんはお米を食べろって綾乃さんが言ってたから、お米を意識する。食べるかは分からんけど。ひなさんのテンション好きすぎて高いよね。餃子はね、夜ご飯でしたよ。味しまの玉ねぎ。そっか。でも綾乃さんが好きなのはラーメンなの。福島で食べた餃子が美味しすぎてびっくりした。本当に今まで食べた餃子の中で一番美味しかったかもって思うぐらい美味しすぎたんですよ。徳島のラーメン屋さんの餃子ね、なんかなんて言ったらいいんだろう。なんかタレがついてこなくて足りないねってみんなで言ってたんですけど、でもねタレがなくてもね全然美味しい。なんかテイクアウトしたやつ、そうなんて言ったらいいんだろう。中にもしっかり味がついてて本当に美味しかったんですよ。一回食べたい。あれひなさんのチェキ会、ひなさんのチェキ会、そうそう、タレがないから垂れない。
朝会か。餃子に白ご飯は美味しい、おかしいと思いませんか。うん、でもあんまり白ご飯食べないかも私。餃子とかお好み焼きとかと食べない。餃子、揚げ餃子、水餃子、どれが好きですか。焼き餃子も水餃子も今の私にはどうでもいいのに。自分は何が好きだろう。全部好きなんだよな。全部違う良さだもんね。おでんと白ご飯、いや私も別にだな。餃子をラーメンのスープにつけて食べるの。へえ。コロッケと白ご飯、あー肉じゃがと白ご飯も合う。肉じゃがと白ご飯は合うでしょ。水餃子ラーメン、わかる、美味しいよね。冷凍餃子は常にストック、なんかうちもあるわ。シチューとご飯は許せない。食べちゃう。肉じゃが食べたくなった。からメール取りました、ありがとう。じゃあ許す面白い。肉じゃがの発祥の地はクレと、マイツル、クレ。まあでもどっちもでいいんだよ、そういうの。昨日の夜めっちゃカレーが食べたくて、なんかねバターチキンカレー系のカレーが食べたかったの。はよ、カップラーメンと砂糖のご飯の配達感いいね。カレー作ったことあるよ。なんで食べるやつ。もうこたびにご飯インはデフォ。ご飯インはしてなかったけど、スープは最後まで飲んでたな。無印のバターチキンカレー食べたことない。食べてみようかな。なんとなんと、無印はカレー屋と思って、そんなに。リアニの小道具はどうなるの。捨てられるか保存してるかですね。無印女子なら無印のレトルトシリーズ食べてないのはおかしい。
なことないでしょ。まあでも今回は途中で抜けたし、もらうタイミングも難しかったからもらってないですね。もし私が抜けた後にどなたかが使うかもしれないし、普通はもらえること自体がすごいことだからさ、ひなぎくの衣装の時がすごかっただけで、そんな簡単なことじゃないんだよ。ピンクカラコ持ってな。でも売ってあるやつだから、普通に私どうも入ってないからさ、ね、でも日常でピンクのカラコンすることないかも。カラコンしよっかな今日。視力いいよ。そうそう、ね、スポットでも参加できたのがありがたきしますね。私のせいで2つバージョンが増えたから。皆さん、きみちゃんのカレンダー6月バージョンにぜひ組み立ててね。組み立てました。早っ、えらし。今日も配信ありがとう。ありがとう。チャイムをどう配置するか毎回迷う。センスが問われるよね。15分もかかるの。言われた気がつきました。来月もよろしくね。1日にもう来月の話よ。5月の組み立てが秀逸だったから崩すのおいおい、みちのおかげでセプトと STA の人脈できた感ある。そう言っていただける、それセプトさんとかにも、今村ちゃんがつないだいいんだよ。よろしく。
休みじゃないので今から準備しようかな。いきます。13位、今月サイン会に楽しみ、土砂さんありがとう。12位、ゆうさん。11位、ゾニゾニさん。10位、シャルルさん。9位、アモズさん。8位、マサヒロさん。7位、キョンシーさん。6位、ギルスさん。5位、ダダダダムナさん。4位、デブニアさん。3位、セリアさん。2位、ツボイユウスケさん。そして1位は、ルルルルルンさん。ダンディーさんでした。ありがとう。今日のラッキーナンバー22位は、トゥルルルルンさん。くぼち、武田学園さん。お、ありがとう。ありがとうございました。それでは今日も一日、お仕事、学校、勉強、部活、バイト、頑張っていきましょう。火曜日。二度寝するでしょ。二度寝どうしよう。でもまあまあいい目覚めなんだよね。だから寝ないかも。それでは今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリオー。またねー、待ってください皆さん。ファイトー。